ジャック・オーランタンにゾンビに、すごいな。ええ、なかなか統率の取れた行軍、よく訓練が行き届いておりますな。お見事ね。え、ただ歩くだけじゃなくてちゃんとパフォーマンスしてるし。わあ、見て見て、あっちのお化け手を振ってくれた。おーい、ほらほら、りょうさんも一緒に手振ろうよ。おーい、反応してくれた。ちゃんとお客のこと見てるもんなんだな。いや、そりゃそうか、プロだもんな。衣装とメイクで飾りつけて、音楽と一緒に歩いて、なんだか私たちみたいだね。これも一つのライブってわけだ。それなら私たちもきっちり盛り上がらないとな。うん、ね、追いかけていこうよ。おう。お疲れ様でした。こちらこそ、お仕事関係なく楽しかったし、それに勉強にもなった。いや、悪い、こっちの話。ともかく、ありがとう。プロデューサーさん、ありがとう。そっちこそお疲れ様。あとはライブに向けて頑張るだけだね。うん、もちろん。秋や厚み、光る、それからもちろん小梅と、みんなでワイワイ騒いで最高だったよ。それで、その楽しいってことが大事なことなんだろ。遊園地のハロウィンは楽しく作ってあるから楽しいんだね。ここのハロウィンはポップで明るくて楽しかった。それはここが遊園地で、家族連れとかカップルとか、そういう人がお客さんだからなんだ。お化けやゾンビが歩いてるだけじゃないの。飾られて、可愛くされて、サービスしてた。だから遊園地のホラーは楽しいの。同じホラーでも映画とは違ってて、どういう風に見せるかでこんなに感じ方が違うんだね。届けたいものと届け方、その2つの組み合わせを意識することが大事なんだ。それが私たちの参考になることだろ。ホラーで血みどろな私の届けたいものを、りょうさんの歌、届け方に乗せて。観客の心を震わせたいって、あたしの届けたいものを。ホラーの持ってる続々、小梅の届け方に乗せて。それがあたしたち、エルドリッチ・ロアテラーなんだ。あとは帰って、一
きたいところがあるんだけど。ん？よし、こっちは準備できた。私も。ヒカルちゃんが言ってた時から来たいなって思ってたの。私たちでお仕事をした記念に。明るくて楽しいホラーとは違う。クールでカッコつけたホラー、それが私たちだよな。うん、楽しいハロウィンはいっぱい見せてもらったから、次は私たちのホラーを見せてあげようね。